都電に乗って飛鳥山にお花見に行ってきた。大河ドラマ青天を衝けで湧いている渋沢栄一ゆかりの地。こんにちは、旅の空です。都電に乗って渋沢栄一ゆかりの飛鳥山に行ってきました。渋沢栄一は生涯に約500の企業の育成に関わり、同時に約600の社会公共事業や民間外交にも尽力。令和の新一万円札の肖像画に決まった近代を代表する官僚実業家。江戸時代からの桜の名所、飛鳥山公園に渋沢栄一の邸宅があった。現在でも重要文化財の近代建築、千円文庫と万光炉が残っている。前はなかったと思うんだけど、園内に渋沢資料館、北区飛鳥山博物館、上野博物館の3つの博物館がある。北区飛鳥山博物館は期間限定で青天を衝け大河ドラマ館になっていた。園内には都電や汽車の車両もある。公園の看板に飛鳥山はお花見で仮装をすることが許されていて、落語のように仇討ちの趣向でと書いてあった。どういう意味かわからなくて調べてみたら、飛鳥山が舞台の花見の仇討ちという落語があるそうだ。詳しくは URL を貼っておきます。内容はみんなに受けようと思って仇討ちの仮装をしてお花見に行くんだけど、真に受けた人が助太刀しようとしたり、
止めに入る予定の人が来なかったりで、散々な目に遭うという話のようだ。お花見で仮装って、江戸の花見は楽しそうですね。都電に乗って飛鳥山にお花見に行ってきた。大河ドラマ青天を衝けで湧いている渋沢栄一ゆかりの地。旅の空でした。よかったらチャンネル登録お願いします。